出汁は鰹節も使ってるのね。魚肉解禁祝いです。でかしたザワッチ。いいけど、お野菜もひじきもちゃんと食べるんだよ。ところでおしょう、この子のことで何か分かりましたか？先輩、美味しかったわ。ありがとう。あ、オサとナミってば関節器。黙りなさい。ショウコさん、羨ましいです。え？私もナミちゃんにあーんって食べさせてもらいたいです。物欲しそうな目でじっと見るといいわよ。何？合宿だと普段は見られない面が見られて、それがなんだか嬉しくって。確かにね。ところで休み、もう体の方はいいの？はい、綾代先輩に食事当番代わってもらって、その間ずっと休んでたので。飾るもの食うべからず、ザワチからはこの肉一切れ没収いたす。あ、ももちゃんひどい。この暑い最中、穴を掘ったりいろいろしました。仕込みました。やったんだ。そして姫先輩の指示で埋め戻したりもしました。なんだか危なそうだったので。というわけで、肉も食べましたし、ザワッチも回復したようですので、予定通り結婚します。
肝試しを行い、姫先輩が見たという幽霊の実在を確かめるのです。休み？あ、ん？先輩、ナミちゃんとお風呂に入るんですけど、手伝ってくれません？私が？ナミちゃん、先輩に懐いてますし。休みの方にこそべったりって感じなんだけど。ナミはおとなしいから休みでも。はいはい、のろけはそこまでにして、あと疲れてるからさっさと入ってくださいね。のろけって何ですか？そのお前の方が綺麗だよ。いえいえ、あなたの方が素敵です。素敵な会話は、もうお父さんお母さんで入れてくればいいじゃないですか。あっしはこれから今晩のお楽しみのためにちょいと人働きしてこなくちゃならんのですよ。帰ってきてから最後に堪能させてもらいやす。仕方ないわね。ちゃん、目に入ったりした？ナミちゃんの髪、長くて綺麗でいいな。
確かにね、長くて綺麗。伸ばすのも維持するのも大変なんじゃない？私は今より長くしたことってないからちょっとわからないんだけど。そうですね、私ぐらいでもちょっと気を使いますし。やっぱりこの子、お姫様育ちなんじゃない？え？単に長いってだけじゃなくて、普通の生活するのにも不便そうな長さだし。洗うのだって大変だろうし。ナミの髪洗うの変わろうか？もうちょっとですから大丈夫です。そう？幼いさん、相沢さん、ナミちゃん。先生、何ですか？時間かかってるから中で倒れてるんじゃないかって心配になって。わざわざありがとうございます。ちょっとこの子の髪とか時間かかっちゃって。はいはい、確かにかかりそうね。じゃあお湯で流すから目をつぶって。私の髪を洗ってくれるの？うん。嬉しいけど。
ナミちゃんはもう終わったの？はい、私たちはまだですけど。それじゃあ、ナミちゃんはこっちいらっしゃい。相沢さんの許可がいるみたい。ナミちゃん、この髪を乾かすのはちょっと一苦労ね。お手数かけます。なんで相沢さんがそういうこと言うのよ。相沢さんも幼いさんものぼせないようにね。はい。はーい。それじゃあ私が聞かせましょうか。怖くて不気味な階段を。せっかく海の近くだから海っぽい階段がいいかもね。さて、私の知り合いの親戚の友達が、そのまた友達の大学生について話したっていうものなんだけどさ。その大学生、仮に瑛太さんとしておくわね。何故、みんなで私を見るですか？いや、なんとなく。ミギーさんもその体位ありまくりっぽい名前は一体何なんですか？体位？ないよ、そんなのかけらも。高校生のももちーは大学生のエータさんには当てはまらないし、それとも該当する兄弟いるとか？私は一人っ子ですけど。それなら別にいいじゃない。とはいえ、瑛太さん瑛太さんって微妙に面倒だから、今後は普通に A さんにしとこう。最初からそうしとけばいいのに。うるさいな。いくらツッコミ気質だからって語り手さんにはちゃちゃ入れない。雰囲気台無しじゃないの。
いや、私を出しに台無しにしたのは一体どこの誰ですか。エータさんはお静かに。第一志望の大学に合格した A さんは、その春からアルバイトに精を出すようになりました。 A さんの趣味は写真でね、夏休みまでに車と免許を両方揃えてぶらり撮影旅行としゃれ込もうなんて考えてたわけ。それで来たる夏休み、計画通りに免許と車を手に入れた A さんは、予算か時間のどちらかが尽きるまでの果てなき気ままな一人旅に出立しました。花を撮ったり月を撮ったり、山を撮ったり海を撮ったり、家を撮ったり人を撮ったり。まあいいですね。確かにいいわね。旅立ちから2週間ほど経った頃には、積極的にこういう場所を撮りたいっていうのがなくなってきて、適当に車を流すようになってたのね。そんな中、 A さんとその車は片田舎のとある小さな町にたどり着きました。それがひなびた海辺の町でね、海は結構綺麗でも、いわゆる観光名所なんかじゃないところ、交通の便もすこぶる悪い。つまり今いるここみたいな。その方が臨場感あっていいわね。 A さん、海の写真はすでにたくさん撮ってるので、その街は素通りするつもりだったんだけど、急にすごい土砂降りになったのね。ライトもワイパーも満足な視界を確保できない大雨に、若葉マークは下手に動かない方が安全だと思って、路肩に車を寄せて休むことにしたのよ。よくある夕立だと思っていたら、雨足を弱めないうちに夕刻を過ぎ、辺りはすでに真っ暗で、これは車内泊も覚悟しておいた方がいいかな。と、その時に A さんは思い出した。遅めの昼食をとった前の町の食堂で、店の人から奇妙な注意を受けていたことを。次の町に泊まってはいけない。それが無理なら夜に出歩いてはいけない。それもできないなら波音が聞こえる場所に近づいてはいけない。それを聞いた A さんは、夏の盛りの海だけにいろいろと歯止めの効かない無軌道な若者が増えて物騒なのだとばかり考えていたのね。それで実際に街の様子を目にした後は、この様子ならそれも杞憂だと、すっかりそんな注意を受けたことなど忘れてしまっていたのよ。ひょっとして店の人は、私が思っていたのとは別の意味での危険を注意していたのでは。そんな、まさか、この雨で動くのはもっと危険なことだろうし、せめて雨が止むまでは。すると、今までは何ともなかった車の中が、急に狭く息苦しい場所に感じられ、ルーフに雨が砕ける音も恐ろしく耳障りなものに聞こえ始めて、目を閉じ耳を塞いだ A さんの意識はそのまま暗い闇の中に。耳を塞いでも振動として感じていた雨音が、いつの間にか止んでいたことに A さんが気づいたのは、すでに真夜中を回った時刻のこと。車内に閉塞感を覚えていた A さんは、この旅ですっかり身についた条件反射で、車の窓を。窓を開けると、
昼間の熱を雨に叩き落とされたひんやりとした焼きとザンザンという波の音が流れ込んできた。 A さんは開けた窓から顔を突き出して天気の具合をよく見ようとした。空は雲一辺分の水気も使い果たしてしまったのか、眠る前までの悪天候が嘘のようにキラの砂金をまいたかのような星空となっており、 A さんは思わずカメラを手にして車を出てしまった。空の星々を捉えて一枚、嘘のような悪天候の名残をとどめる高波を写して一枚、白いもやにけぶる防風林の松原に向けて一枚、眼前に現れる景色をファインダー越しに集め歩いているうちに、 A さんは九段の松原に足を踏み入れていたのよ。そこで A さんは松原の中にある石に一人の女性が腰を下ろしているのに出くわしたの。その女性は沖の方を眺めていた。彼女は若く、その横顔がとても美しかった。伸ばした髪はとんでもなく長く、その端は砂原に広がっていた。不可抗力の自分はともかく、こんな夜更けに、こんな場所で、この人は一体何を。これは何かがおかしいぞ。これは何かが怪しいぞ。常識的に考えて近づくのは。頭の中の冷静な部分はそんな警告を出していたにもかかわらず、その光景に見せられて A さんはカメラを構えながら近づいていったの。そして A さんのミューズが定めた場所で A さんの指はシャッターを押し、その音にじーっと沖合を眺めていた女性がゆっくりと A さんの方へと顔を向け、焦点は沖合に合わせたままのようなガラス玉にもカメラのレンズにも似た瞳に A さんの姿を映し出すと、それはもうまぶいを落っことすような、まさにたまげる耳の鼓膜も破かんばかりの鋭い一声を発したわけよ。うん、これには A さんも驚いた。バカみたいにその場に突っ立ったまま口をパクパクさせたりして、ストラップがなかったら大事なカメラも砂にまみれてたわね。彼女は立ち上がり、ゆっくりと A さんの方へと近づいてくる。ゆっくりと、ゆっくりと、能面にも似た表情で彼女は A さんに近づいてくる。これはやばい、これはまずい、彼女はきっと人間ではない。意識の硬直が解けた A さんは慌てて逃げようとするんだけど、足はびくとも動かない。体の硬直はまだ解けていなかったのか。どうして、どうして、なぜ動かない、どうして足が動かないのか。 A さんは逃げなければと焦るけど、足は自由に動かない。ぞっと背筋が寒くなり、体はさらに凍りついていく。ああ、このままでは、このままでは。A さんがもうダメだと思ったその時、ピタリと彼女の足が止まった。彼女はじーっと A さんを見ている。嫁遠目に蒼白だと見えた彼女の顔には、わずかに血の気が宿っており、その分人間らしさが増したかのように A さんには思えた。幽霊の正体見たり枯れ尾花。もしや恐ろしいと思ったのはお互い様で、先ほどの人間離れした金切り声も防犯ブザーか何かの音ではないのだろうか。夏の休みを利用して撮影旅行をしているもので、怪しいものではありません。そのあなたを勝手に撮ったことについては謝るしかないんですけど、
相変わらず A さんは動けなかったんだけど、できる限り愛想よく話しかけることにした。対する彼女は、この世のものとは思えないほど美しい顔に、今やその唇が紅を刺したように赤く、とろけるような微笑を浮かべ、A さんはその微笑みに、視界が白く焼けつくような、立ちくらみにも似ためまいを感じて、雨に熱を落とされて、ひんやりしていたはずの焼きが、急に生暖かく、ともすれば暑いと感じられるようになったのは、風がぴたりと止んでいたせいだろうか、A さんの体が冷え切っていたせいだろうか。風は止んでいるにもかかわらず、なぜか女の長い髪はザンザンと寄せて返す波の音に合わせて波打っており、ちょうどその波音は A さんの鼓動と同じ周期で繰り返されていて、やはり彼女は人ではない。本能的な恐怖が A さんの足をとどめていた精神的な恐怖を凌駕した。縮めに縮めたバネが弾けるように A さんは走り出していた。感覚の失せた体を操り人形のように動かし、砂浜に足を取られながら松原を出る。砂浜を抜けた道路の路肩には A さんの愛車が止まっていた。あの場所にたどり着けば、あの場所までたどり着いたなら、残り20メートル、残り10メートル、残りあと少しで道路に上る階段にたどり着く。というところで A さんは何かに足を取られ、つんのめって突っ伏した。足。 A さんが自分の足を見ると、そこには一本の糸、いや一本の髪の毛が絡みついていた。その髪の毛は A さんの足首を縛るように絡みつき、そしてその先端は注射針のごとく A さんの皮膚の下に潜り込んでいた。ドッ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 。恐怖と全力疾走のせいで心臓は限界速度で鼓動を打っていた。A さんは震える指で絡みついた髪の毛を外そうと試みた。いつから、いつからこんなものが。予想していた冷たい感触とは違い、触れたそれは熱いほどに暖かで、脈打ち波打つその拍子は自分の心臓と同じだった。そこで A さんは初めて気がついた。こいつは血を吸っている。青白かったはずの顔が色づいたのも、紅を刺したように唇が濡れ光ったのも、すべては血を吸ったせいなのだと。急に寒気が襲ったのも、チカチカと目の前が白く焼きついたのも、すべては血を吸われたせいなのだと。ざっくり。砂を踏む音に我に返ると、足音の聞こえる場所まで、目に見える場所にまで、彼女が近づいてきていた。助けて。 A さんが懇願すると、彼女は赤い唇をなめてにっこりと笑ったそうよ。それが合図になったのか、長々と伸びた髪は彼女と A さんを結ぶ一本の髪を伝って、まだ離れている A さんめがけ、足首を捉えた髪は支柱に絡む朝顔のつるのように巻きつきながら上へ上へと伸びていく。そして A さんの全身を覆った髪が鎌首をもたげる蛇のようにその先端を持ち上げて、ねじり合わさったいくつかの髪の束は A さんの見開いた目から、鼻から、口から、耳から、全身の穴という穴から A さんの中に侵入してこようと。次に A さんが見たのは、救急病院の白い天井。
市街地の違法駐車取り締まりをしていた警察官の手で A さんは車内から保護されたんだそうよ。A さん、生きてたんですね。そのまま死んでたら、語り手不詳のうさんくさい話になるしね。お、言われてみれば確かに。それで旅行を切り上げて地元に帰ってきた A さんから話を聞き出した私の知り合いの親戚の友達がせっついて写真を現像させたのね。そんなにすごい美人なら化け物でもいいから一度は拝んでみたいものだって。そういえば A さん、最初に写真撮ってましたね。呪われてるかも、心霊写真になってるかもって A さん最初は渋ってたんだけど、他の写真もあることだし結局は現像したのね。で、問題の彼女を撮った写真にはごく変哲もない風景と砂浜に押された濡れた足跡以外何も写っていなかったんだ。そして彼女は今でも取り逃がした A さんを探して海辺の街を。